放送席、そしてサポーターの皆さん、今日のヒーローは清水エスパルス永井雄一郎選手です。ダービーマッチで見事な先制点、このゴールの感触聞かせてください。そうですね、嬉しかったです。非常にクールに答えていただきましたが、ただ今日は気持ちの高まる試合だったと思いますが。そうですね、絶対に負けられない試合、まあ、ダービーっていうのもありましたけど、やっぱ決勝トーナメントに可能性をつなぐためにどうしても勝たなきゃいけないけど、ね、ならなかったので、まあかなり集中して試合には臨みましたけど。少し先制点なんですが、ゴールを振り返ってみてもらってもいいですか。そうですね、まあ、フローでの折り返しを兵藤が綺麗にすらしてくれたんで、まあ、僕は触るだけだったんですけど。ただその永井選手のゴールでナビスコカップ決勝トーナメントへ望みをつなげました。そうですかね、まあ、僕のゴールっていうよりは、まあ、みんなで取った1点なので、まあ、僕のとかっていうのはないと思いますけど、ただ、まあ、チーム一丸となって戦ってなんとか決勝トーナメントに行きたいという強い気持ちを持ってたので、まあ、それが1点につながっています。さあこれからに向けて、今日は大勢のサポーターの皆さん集まってくれました。最後に一言お願いします。まあ、ダービー勝ちました。皆さんの応援のおかげだと思います。ありがとうございました。以上、今日のヒーロー永井雄一郎選手でした。